い、歌唱力の練習をしてたらすごいもうこんな時間になっちゃってさ、帰れって言われて帰りました。そろそろちょっと時間がって言われて帰りました。うん、ね、お疲れ様でした。はい、でまあちょっとね、もうあと今日も20分程度ということで、なのでよいしょ、帰ってきたところ帰ってきた次第でございます。うん、明日公演だね、やばい、公演がめっちゃ心配なんだよね私。普通に久々なんだしさ、あとその歌唱力とかのさ方とすごいいろいろ立て込んでるじゃない。まあご存知だと思うんですけど、なんかまあマルチタスクが苦手なんだけど、私今日めちゃめちゃ偉くてさ、その私普段すごい昼夜逆転しちゃうの、だから結構ね、なんか夕方からの仕事だったらその出るちょっと前に起きるとかそういうことばっかなのね。でも今日私めちゃめちゃ偉くて、今日夕方ね、なんか4時ぐらいに今配信してたんだけどさ、そうだから夕方に仕事だったんだけど、もう昼12時前には起きてたので、起き上がって座って仕事ずっとしてたの。そのいろいろ細かい仕事とかがさ溜まっててさ、例えばそのインスタとかさ、あとあメール今日までだよ、ね、7日間ナノヌメバー購読今日までだよ、メール無料購読もったいないから今のうちにやっとき。あと15分あるからやっとき、みんなリツイートしよう、私が今日頑張って作った画像、あれめっちゃすごくない。これめっちゃ良くない、めっちゃ良くない、このNGT48 メールって何ってやつ、めっちゃうまくないこれ。 NGT48 メンバーからのプライベートメールがあなたの携帯に届くメール配信サービスです。メールの内容は様々、今日のご飯やお仕事の感想、まあ、日のは送らないんですけどね、今日のご飯は、メール限定の写真などなど、ここだからこそ言えることもあるかも。届いたメールに返信すればそれがメンバーにも届きます。みんなの見てる SNS では恥ずかしいという方もメンバーに直接言葉を届けることができるのです。さあこれを機に推しとメールしちゃおうぜっていう、そうすごくない、いやそう公式に引用してほしくて私はアットマークでつけたんだもん。そう偉いね偉いね偉いね、うん、そうそれ作ったりとか、あと何したっけな、メールもそう書いたりとか、あと何したっけな、いろいろやってたんだよな。でも結構そんなことしてたら時間になったんだよね。そうそうストーリーとか、あとインスタグレールさんのインスタとか、そのあたりをやってたらいい時間になりまして、で配信しようってなったのかな。そうそうそうシャワー浴びたりとかしてね、あめっちゃ偉い。明日もまあ明日ほら夕方じゃん公演が、でやんなきゃいけないことがいろいろあるのよ。そうそうそう、だからそのこまごましたのを片付けられたのはまず良かったし、あとはそうだな、とはいえねなんだかんだね他にもやんなきゃいけないこといっぱいあるから、優先順位つけてやっていきたいから、今日はもう寝る、寝て明日起きれたらなとは思ったりもする。今日みたいに今日だとちょっと遅いけどね、明日朝早く起きて
できたらいいなとは思うけれど、さてできるのだろうか。まあヤクルト1000飲みたいな。ヤクルト1000飲んでヤクルト1000飲んで早めに寝たい。今日はもうちゃっちゃとシャワー入って寝たいかな。まず今日やらなくちゃいけないこと、今日もしくは明日やらなきゃいけない、明日の公演までにやらなきゃいけないことは、まずマスト、マストが公演ですね。マストが公演の確認不安だ、不安ではあるが、マスト公演確認と、あとその歌唱力の、まあ、歌割りを今今日完璧にしてきたんだけど、だまだちょっと披露できるレベルではなくて、まあ、これなんでかって言ったら後で分かると思うんだけど、だからそれをそれぞれメンバーがどこを練習すればいいのかっていう動画を私がいつも 3DS で作ってるのね。それをやりたいやりたい。いや確かに寝る前に、寝る前に公演確認して、まあ別に全力で踊らなくてもいいから、立ち位置と振り付けを踊れることを確認して眠りについて、明日の朝起きて、その歌唱力の 3DS の音作りをやっとけば良いで、明日公演の合間、公演の合間っていうと変だけど、メイクしてる時時間があったらそれやる。 3DS 触ってる、ずっと。いや無理だわ、 3DS は音聞けないから壊れててさ、あのイヤホンつけれないから良くないな。の公演で、そうで、チカナの卒業公演のことも考えなきゃいけないから、それも考えなくてはならないで、あれよあれよとスモモの誕生日が来る。どうしようかな。22日の、いや明日梅雨作りたいな、明日、あーでも時間ないな、ちょっと待って、どうしよう。いや一個ずつやってこう、一個ずつで大丈夫大丈夫大丈夫。とりあえず今日は公演をの不安を多少なりとも取って寝よう。明日だってリハもあるし、ちゃんとリハもあるから大丈夫だよね。うん、そう2月って28日までしかないんですよ当たり前のこと言ってるみたいですけど、だからさ、チカナの卒業公演が2月26日って聞いて、26日早くないって思ったんだけど、全然そんなことないんだね。うちで言うだから2月じゃなかったら、だから例えば3月29日とかと一緒なわけじゃんって考えると、全然早くないなって思ってビビってるわそうそうそう、そう早いな、26って早いなって思ったんだけどね、全然早くなかったわ。うん、いやいやさ、歌唱力でねちょいと難しい曲を選んでしまいまして、いや全然いいんだけど、いいんだけどさこれがいいってなったし、いいから選んだんだけど、ちょっとむずくて2曲ともむずくて、そうだから今日やっと練習する準備が整ったって感じ。あとはその練習の資料を私があげて、てか曲資料まだ来てないな、その練習する資料を
あと2人に作ってあげてっていう感じなんだよね。あとはここで練習して合わせられるタイミングの時に合わせていくっていう作業になってくるんだけど、今度から。そうそうそう、まあいろいろ重なるのは、まあ月末はいつものことですから。そんないつものこと嫌ですけどね。そんな卒業メンバーが日々いることによってのいつものことってすごく嫌ですけど、そう、うん、だから別に嫌でもなんでもないんですけど、その別にこういう状況になるのは予想はついてるしね。でもまあまあまあ、昨日みんなとおしゃべり会して気持ち的にもすごく元気が出てるので、ガチでマジで、これは普通にあの綺麗事とかそういうリップサービスではなくて、もうガチでそうなので、だからそういうこと。逆に言うとね、チカナの卒業公演終わって2日間、27、28、1日かは何もないから、何もないから、まあ、とはいえちょっと練習がね、あのそれぞれのスケジュールの都合で多分そこまでできなくて、そこのタイミングもだから、まあちょっとあれですけど、でもまあやるっきゃないでしょうって感じで、そう、うん、そうだな、いっぱい練習して一個ずつやっていけば多分大丈夫。力の卒業公演は多分あの一回ほっとしちゃえば多分大丈夫だからちょっと何言ってるか分かんないでと思うんですけど、とりあえず大丈夫なはず、大丈夫。12月の時に私はもっと忙しかった、大丈夫です。うん、もっととんでもなかった、大丈夫大丈夫。3ヶ月のうち休み3日間なかったんだから、大丈夫大丈夫大丈夫だよひのちゃん、大丈夫。その時な、大丈夫、うんって言い聞かせるんごね。メールも頑張って送ってるんだよ。そうだ、ちょうどその時はさ、ちょっとあんまり頑張ってるアピールしたくないからあれですけど、11月12月はガチでメールとかも全然送れなくて、で今ちょうどね7日間購読キャンペーンやってるから、ちょっとそれもあって気合を入れてメール送ったりもしてるんですけど、そう普通に、でもそしたら夜全然送れんかったっていう全然送れんかった、マジで送れんかった、すいませんすいません、ほんとごめんなさいすいません、大丈夫、でもみたいなすいませんって、今届いたかな、あれギリ23時ピッタとかに送ったんだけど、あ来たんだ、めっちゃ23時に気づいて23時に送ったんだもん、だってあのメールそしてまあ配信はね、あの変わらずいっぱいやれたらなとは思ってるんだよね。うん、うん、そんな感じですね。あと2分で今日が終わるよ。ひのはこれからOK、お風呂入ります、出ます、髪、お風呂入りながら
V 見ようかなで、髪の毛乾かしながら V 見る、寝る準備しながら V 見る、お風呂じゃない、お布団入って YouTube 見たいの見て寝る。はい、素晴らしい。あ、プロセカログインしなきゃ月曜日みんなお疲れ様でした。壇上読みましょう。13位突破球さん、12位一田さん、11位ベロさん、10位犬くんさん、9位昔からおじいさん、8位ひろしさん、7位ゆかおしじいさん、6位しんいちさん、5位東吾さん、4位さんちゃんだよさん、3位もっくんさん、2位ひょりげたさん、1位けいさん、ありがとう。ということで V って VTR のこと、振り V、振り付けの VTR、 私たちが踊った公演の映像のことです。ということで皆さん、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバーイ。早かったわ、あと20秒あった。 VV いい夢見てね。良い夜を。おやすみなさい。バイバーイ。また明日。